あ、コウさん多分あれあれコウさんカッツァイコカさんね、カッツァイです。さっきと逆になったね見てください、あやったー、嬉しい、すごい会えた、すごい、みんなやっぱメンバーと会えますよ、こういう、まさかのココちゃんと悩むと対決、すごいそれな一発目からすごい、なんで会えたんですか、すごいわ、すごい嬉しい、いやいいねこれはね、もう一回会いたい、パチパチありがとう、修行、あ、ギフト全然読んでない、いやもっとユースさんハートありがとうございます、ハトさんハートいっぱい、いいね、ありがとう、ありがとうございます、ミラクルだ、神がかってる、それな、あ、見て、絵合わせしてくね、今日は、うん、こことここにする、え、もうしちゃった、ときめきは元から持ってた、ここなのは、ね、揃いませんでしたおばかパーティーさんありがとうございます、押しちゃった、え、もじさん、いいね、ありがとうございます、じゃあ次は21分になってやろうよ、21分、うん、みんな次は21分に押します、ちょうどにすごい、ありがとうございます、あ、今ちょうど20分になったところだって、あと1分後、そう、刻んじゃうよ、絵合わせって決まってるんですか、何日までとかある、いいね、してきちゃい、ありがとう、コメント変えたんだ、ココンさんだよ、あともうちょい、あと30、まだアプリ入れてないんですけど、あれ見なさい、入れちゃいしないと、なんやろ、1ヶ月間か、長、結構長い、こんばんは、こんばんは、もうちょい、あとちょっとだよコメントちょいちょい変える、あ、なったコウさん、はい、行きます、いや今3、今2、 あ、違うな、会えませんでした、じゃあファンの人と会うね、多分、ね、ナイアンファンの人、あ、ここなファンの人もいない、ファンがいる、ナイアンファンの人もいないわ、ね、ナイアンもココちゃんのファンの人もいない、そう、いなかったです、でもめっちゃ強いんだけど、え、忖度してくれたしえ、優しすぎ、めっちゃ強いんだけど、やば、え、驚くほどの強さ、え、ココナさんおったっちっとるで、なのの、うん、ケンイチさん、え、待って、あ、こんばんは、忖度してほしい、してほしい、なめかずさん、ハートありがとうございます、優しい人、え、なんかね、優しいももたんのファンの人かな、めっちゃ、いいな、なんだっけ、もうでもカードめっちゃ強かったから、うん、申し訳ない、なんかこちらみんなガチでやってきてるしっかりみんなガチだよ、金味なのにさ、うん、めっちゃ強いんだけど、そう、2持ってる、優しい、サイリウム、悩んサイリウム振らんやん、え、やば、めっちゃ革命されたんだが、無理、積んだ、負けちゃい、大富豪の人が上がっていきました、2を出しちゃう、え、これやばいかも、強いやつしか残ってない、ちょっと顔見えないな、こうやって出るかな、
竹縄も負けそうだよ。なやんは負けそうだって。なんか頑張るじゃんってスタンプめっちゃ送ってくる人いる。頑張るちゃん、頑張るちゃん送ってくる、うん、頑張るちゃんいっぱい送ってくれる。支配さんハートありがとう。あー勝てっかな、無理だな。でもこれ勝てないよ。ココちゃんも頑張るーちゃん送ってくる人いる。頑張るーちゃん、好き。あー不合、不合だ。違う、不合じゃない、貧民だ。ナナ貧民でした。え、これは、え、大富豪になれそうなんだけど。あ、こんばんは、こんばんは。大富豪になりました。う、いいね。頑張るーちゃん、え、出たー、ありがとう、うん、送ってました。あ、頑張るーちゃん送ってる人いる。違う、ありがとう、バチバチ。名前変えよう。今何分？名前変えるショールーム配信中って書く。プレイヤー名変更。え、すごい、80位になりました。自分の順位が嬉しい。なんだこりゃ。 CM ナウピーハッピー、ありがとう、ありがとう。あ、ありがとうだ、さっきの人だよ。ええー、報告してくれた人が見てくれてる、嬉しい。優しい。 Now 21時24分。じゃあ27、はい、27分にやります。27分、今日はむずくね。ハト、ありがとう。ハトさん、ハトさん、四つ葉のクローバーありがとうございます。なりゆきさん、クローバーいっぱいありがとうございます。今日ホワイトボード、ね、なやん、うん、ありがとう、ペタリコ。あ、そして15分が経ちました。お、ありがとう。15分、あ、15分経ってなかった。あ、経ってたわ。42日、42日が経ちました。7、あ、ちょっと10ベットして待っとこう。7。イエーイ、お疲れ。 あともうちょいだよ、みんな。あ、コウさん、あと50秒ぐらい。ニオンのハートありがとうございます。42日が経ちましたとさ、ありがとうございます。すごい、26やっけ27。じゃ次は27です。ありがとう、42日。お、一押しにしてる、ありがとう。嬉しい、みんな一押しにしてくれ、なのを。一押しガチャ、一押し。え、ね、なんか CM みたいな、 CM を見て星を、星じゃないわ、ハート回復しました。あ、27だった。あ、はい、あー、もう集まった、すぐ。はい、よ、集まないよ、みんな。そう、だから1、ずっと1だ。あ、知ってる人いるかも。お、集まった、いますか。スタン、あ、え、忖度してくれた、ジョーカーくれた、ありがとう。ね、富豪の人がジョーカーくれた、超優しい、しい。ずっと先ポンビンも送ってくる。先ポンビン、会えないね、なんでだろう。え、なんか今日ファンの人にさ全然会わん、ね、全然。で、コナさんと会った、本当？どれですか？ボタン？え、どれですか？革命やだよ。革命された。よっさ。
った。え、今戦ってるよって人2人いるわ、ナナショールーム。みんな2人もいる。君たちナナを一押しにしていないな。君たちやべえ、負けるわ。ココアさんも負けそうなんだか。負けちゃいです。なんでだ、なんでよ。ここはありがとう、よっさ、よっさ。これ革命返しできるからしたいな。します。やだ、よっさダメだよ。よっさはね、いつもいがしもね、都落ちしてしまうよ、私は。プルルル、勝てるかな。あ、いけそうじゃん、もう。え、なになになに、あーあーあー、持ってるんだ、ね、持ってたんだね。ピエンピエンって言ってる。なに、またされたんだけど、嘘でしょ。やばい、本気でいくかね。本気で戦います。あ、大富豪の人都落ちさせてくれた。これでナナは富豪になれるチャンスだ。おこな、おこなね。富豪、やった、富豪だ、ナナ富豪になりました。これで他の人に勝たされたら終わりだよ。やったね、ないですよ。悩むときめきゲットした、それな。すごい、勝てた。やった、富豪。今日は大富豪になれたら配信終わります。ココちゃん配信終わっちゃい？してるから、あれ。忖度してた。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ本気だと、本気でかかってこられた気分だった。ウケるんだけど。ありがとう。あ、なりくさん、小判ありがとうございます。あと、あなえのきらめきゲット、いいですね。32分。疲れこ。次32分にやろう。うい、いいね。ありがとうございます。こんばんは。ナイアンから来ました。あれ、ナイアンはまだ配信してるよ。32分になったら次やります。オッケー、32分だって。キミッパさん。クローバーありがとう。対戦ありがとう、ありがとう。シークレットって見え口しちゃった。新しい行く、あ、一押しにしてくれてありがとう。あの一押しガツで聞きましょう、ね、ありがとうございます。すごい、2人とも当たっちゃった。配信見てくれてる人、今7大嘘、今7貧民。あ、コアさん32分だった。あ、はい、今ね対戦終わったんだけど、私嘘、ちょっと急ぎます。7は32分に押す。じゃあ、あれ32分じゃない、32分、うん、そうだよ。集まらん人が、はい、嘘、すぐ集まった。全員9期のカードだ、一押し。集まらん、すごー。さやかちゃんとみっちゃんとかいにゃん推しの人がいる。大さん、ありがとう。こちらこそありがとうございます。すごい、全員休憩推しの人と当たったよ。すごくね。全員なんかどうなんだ、これは当たらなかった、当たんないね。もう当たんないからやめたいっすね。あれ。これでココナは最後。もう弱いカード、これ大富豪のカード。まさか、何まさか、みええ忖度をしてくれてる、みんな、ええっ、今度は1個もカードを出していない、みんな、ええー、全員、あ、嘘、出してきたわ。一人、
え、本当にこれカードなかっただけ？そんなわけなくないですか。ね、これはもう負けちゃう気がする。やばい。あ、そんなこと結構みんな。僕はもう2とか出しちゃう。私は。結構みんな本気でかかってきている。ね、めちゃめちゃ本気。おスペさんすごい。スペさんしましたね。革命、え、そう、革命が来ると思ったんですよ。予想は当たりました。どうしよう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 。ダメだダメだ。みんな。それは大事です。あれみんな？みんな忖度してくれてる？これは。忖度してくれた。いいな。忖度してもらえる。やった。大富豪になった。嬉しい。さやかちゃんとさやかちゃんとみっちゃん推しとかいねん推しの人。斉藤さんありがとう。なんかすごいギフト来た。何それ。桃太郎。ありがとう斉藤さん。桃太郎多分わかんない。桃太郎ありがとうございます。国上できた。すごい。ありがとう。いや大富豪ですよ。あれココスナさん。ココスナさん宮古落ちらしいですけど。悲しいんだけど。悲しいわ。ココスナさん大富豪終わっちゃいやん。もう、もう終わります。下克上できなかった。下克上すればいいんだよ次。悲しいよね。嬉しい。もっちさん頑張った頑張った。いいですね。頑張った。ありがとう。不合でした。いいね。ないよ。カード弱すぎだよ。だって大富豪なのに1枚しかなかった。かわいそう、ね、勝てるわけがない。じゃあまた大富豪一緒にやろうね。切る？バイバイ。バイバイ。またね。バイバイ。バイバイ。お、あやかちゃん、クマのタワー、おー、ありがとう、ありがとう。クマがタワーに抱きついてるやつ、え、ありがとう。 MK グッチさんファイト、ありがとう。ファイト。今日早かった。いや、それな、あの休憩推しのみんなのおかげでもうね、大富豪になることができた。まあ忖度だけど。多分忖度だけど。タコマルさんいいね、いいね、ありがとう。会えて嬉しかった。嘘。いいねいいね。メソタンありがとう。ありがとうございます。ありがとう。忖度しました。ありがとう。嬉しかった。いや、やっぱ忖度って最高ですね。もののはとても嬉しい。会えんかった。また5日後に大富豪なれるまで終わりまてん配信しますので。そん時みんなまた来てよ。あ、ガチャ1回引いて終わろう。じゃ、そう、ガチャがね、変わったのや。そう、あれあれをします。アイコンガチャ。そう、ナナは自分のアイコンを持っていないので欲しいんですよ。引きます。しましまフリルアイコンガチャ引きます。これ。悩み会えなかったけど、悩みしないと本当ですね。引きまーす。お、レアなやつ1個来た。アーヤだった。アーヤ。アーヤのさ、アイコンのやつめっちゃ持ってるんだよね。アーヤのだけね、めっちゃあるの。ね、対戦してくれてありがとう。ありがとう、こっちこそ。
あーやめっちゃ持ってんの見る？なののアイコンのアイコン、あーやね多分3個ぐらいあるんよな。違う、同じあーやの同じやつ2個持ってるわ。今出たやつあーや2個目だなな今2個目だわ。あーや、そう、自分の持ってないんだよな。なんかさ、自分のやつさ、今のアーシャのやつしか持ってないから、そう、アーシャのやつ嫌なんですよね。こんばんは、こんばんは。そう、なんかあれってまあアイコンにした方が自分のやつってパーセント上がるんですけど、もうね、上がるってなっても自分のアーシャ嫌すぎてね、やんなかった。ん？ひめたんフォローしたいさん、だるまいっぱいありがとう。ありがとう。今日はホワイトボードもちゃんとある。よし、大富豪はここまでにして、何の初期アーシャが好きだって二択やろ今か初期のアーシャしかないってなったら絶対初期やろ。みんな初期ですよ。それはちょっとさ、最近さ、家掃除するのにめっちゃハマってるんですよね。ブログ上がってた、嘘。それはそれは良かった。家片付けるのにめっちゃ流行ってて、もうマジ女子力って感じ。パシフォーユーやってます。最近はプレイしてないけど。ライアンキャップ何？ファンラビめっちゃ好きなんですよ。かっこいい。そう、ミニマリストになりたいんですよ。なのもうね、めっちゃ片付いた。もうね、いつでもみんなをお家に呼べるぐらい片付けました。そう、だからほんとみんな遊びに来てよ。やばいの、めっちゃ片付いた。なんかね、服が入れる場所ないって言ってたじゃん。そうで、それを服を入れるラックみたいな買って、そう、靴箱みたいなラックも買った。明日行く明日行っちゃい。行く準備はできております。いいですね。配信で見せれる、まあ見せれる、全然見せれる。そう、見せれるぐらい綺麗。今床にね何もない。なんか何が変わったかっていうと、家に、なんていうの、部屋に見える場所に置いてあった衣装ラックをちゃんと収納して、あともう一個衣装ラック買ったから、それに半分移して、なんか服をいっぱい置くスペースを作ったのと、床に化粧ポーチとか置いてたから、それをちゃんと隠せるように白い箱も買ったし、みたいな。すごい、これ何？これ何？何これは。アサン、アサン、これは何のギフト？これ何？何だ？これもあれ？あ、これ金太郎？金太郎、これあーさん、金太郎、金太郎で合ってる、本当に。金太郎ありがとう、あーさんありがとう。この金太郎、あ、子供の日、嘘、子供の日なんだ。嘘、ありがとうね。いや、まだナナは子供って言ってくれるんだね、あーさん言ってくれるんだね。あれ、なんかさ、子供の日のさ、ちまきがめっちゃ好きなんですよ。
お餅みたいな白のお餅のやつ。え、何？え、シマクマさんこれ何？これ何？これが浦島？え、コップ？うそ、ありがとう浦島太郎。えー、ありがとう、ありがとうございます。やった、えー、すごいみんな、え、なに、あ、えー、みんなありがとう。浦島太郎と金太郎と桃太郎、えー、すごい、なんかめっちゃ豪華だね今回のイラストのやつ、めっちゃ可愛い。えー、ありがとうみんな、ありがとうございます。あさん改名1周年、そう、もうそんな経ったの、そう、まだ使ってくれてありがとうね名前。そう、猫が、猫がさ添えになってんの、めっちゃ可愛い。最近猫の動画ずっと見てんですよ YouTube で。YouTube、 そう、猫を飼いたいんで、そう、本当にね、マジで猫が飼えるようになったぐらい本当に物がないんですけど今とね、もうなのにもっと経済の余裕があれば多分猫を飼っていたであろう部屋ですね今、飼いたい。そう、でもホワイト、あれかな、カラーボックスの上になんかいっぱい置いてるから、それは片付けないといけない、猫を飼うってなったら。そう、そう、猫ね買っちゃいしたいんですけどね。そんな綺麗、そう、めっちゃ綺麗になったの本当に。もうね、いつでも呼べるぐらい、ここの部屋だけじゃなくて向こうとかも、そう、めっちゃ綺麗だし、全部綺麗になりましたね今。だってワンチャンまダンス配信できるかなぐらい、なんていうの、 2.2 ぐらい、劇場の0から2ぐらいはある幅。そう、ダンス配信ね、できたらいいんだけどね。ダンス配信なんていうの、そう、ダンス苦手だからな。苦手なんですよねダンスが。上手くなったらやりますダンス、いつになるかわかんないけど。そう、誰か来てくれたらねいいんだけど、一番、まあ今多分2人以上で会えないし。カラオケはあれだね、イヤホンがないんですよナナ。そうそうそう、まあでもまあ機会があればやれますよ、ちゃんと化粧してる時にやりますねじゃあ。今日は化粧してないですよあんま。あ、もぐもぐ配信なんだ、リモートご飯会やっちゃう、やっちゃいしますかリモート。そう、でも本当にね、本当みんなにも見せてあげたいぐらいすごい綺麗になったんですよ、やばいの本当。床に置いているものが今ここに座ってるベッドとみんなの後ろにあるカラーボックスが4個と鏡とローテーブルだけ。そう、それだけですよ、部屋の半分しか家具置いてないベッド以外。そうだよ、だからね、行っちゃえば半分以上何も置いてないんですよね。佐藤氏さん、クローバーありがとうございます。佐藤氏さんありがとう。そう、本当見せちゃいしたいんですけどね、なんかあのカラーボックスの上に置いてるちょっとなんかいい空間、いい空間のとこも変えたんですよ。キッチョさん、お餅ありがとう。そう、めっちゃ買いました。そう、綺麗に収納できたんですよ。そうそうそう、それそれ、そう、本当は今
カラーボックス3段のやつ4個あるから12個収納する場所があるんですけど、服以外に収納する場所がまあ全部カラーボックス12個しかなくて、そう、なんか何を入れてるかわかんないんですけど、なんていうの、なんか本とか全部そこに入れてるんですよ。でそれが足りなくなって、あともう一個買おっかなと思って、そうカラーボックスあと一個買って、あと一個買って、なんかちゃんとしたクローゼットが欲しいなと思って、それも買おうとしてたんですよ。そうクローゼットも買おうとしたら結構1万何歩ぐらい、まあ、2万行くか行かないかぐらい、そう衣装ラックとかも足したら2万行くか行かないかなぐらいだったんですけど、なんかねカラーボックスとかちゃんと整理したらなんか1個分ぐらいさ空いちゃって、だからいらねえなと思って、なんかやっぱ綺麗にしたらやっぱね無駄だったところがいっぱいあるから、本当にもう良いね良いね、片付けて正解でした。そうそうそう、すっきりした。そうそう、わかるわかるっしょ。なんかね買おうと思ってたのにいらなくなった時めっちゃ嬉しい。そう掃除最近ほんと楽しくて3日連続ぐらい掃除してるんですよマジで3日連続掃除してる。だからあとこの配信終わったら、さっき衣装ラックが届いたばっかだから、あと靴のラックも届いたばっかだから、なんかね服を、そう服がいっぱいすぎて突っ張り棒が落ちてきたんですよ。なんか重さに突っ張り棒が耐えれんくなって、そうなんか落ちてきたから、まあそれをなんか半分にするのと、なんかいっぱいなんかちょこまか入んなかった服がいっぱいあるから、そうだから衣装ラックが今 1,2,3,4,5,6,6 段と突っ張り棒でかけてた、かけるようにします。突っ張りコツ嘘知りたいんだが、でも結構なんかめっちゃ太いやつで丈夫なやつなんですよね。そうそれなんかね半分までずり落ちてる今そうラック車でもうめんどくさいからそのままにしようと思って、今ねずり落ちてるままにしてます。そうそうそう、だからこれから、そうあともう一個突っ張り棒も買ったから、突っ張りを2個にできる。本当に服をねたくさんかけることができるし、収納もたくさんすることができる。いやね断捨離はしてないかな、もともと。でも服はなんかなんていうの、めっちゃもう着ないだろうなって服は捨てました。でもやっぱなんか懐かしいものとか、なんていうのお母さんにめっちゃ昔に買ってもらった服とかが出てきて、それってあもう捨て、なんかずっともう着ないっちゃ着ないんだよ。パジャマでぐらいしか着ないんですけど、そう、うわ懐かしいなと思ってやっぱ捨てることができなかったですねそうやっぱなんか思い出がある。そうこんばんはこんばんは。そうすごいね、思い出がねあってね、捨てることができないのがたくさんありましたね。あこれはなんか初めて自分でバイトして買った服だとか、そう多分ナナがもうおばあちゃんになっても持ってるんだろうなと思いますいやいいですね、実家で保管。そうなんかね実家にさ結構ナナいろいろ置いてきたんですよ、ぬいぐるみとか。でもやっぱ実家に置いていくとね、やっぱねなんか邪魔なんだろうなと思って、そうだからいつかは捨てないといけないなって思います。ね昔からかっこいい系、そうだね、そう
かっこいい系の服がずっと好きだったんだけど、最近かわいい系の服が好きで、そうだからあれなんですよ、あれ最近ね、だから買い物に行きたいんですよ。すごい服がね、服を買いたい、買いに行きたい。磯さんいいね、ありがとうございます、いいね。そうだから自粛期間が早く終わってほしい。ナナは可愛い服を買いに行きたいんだもちろんかっこいいのも好きだけど、そうそうそう、可愛いのも好きだし、かっこいいのも好きです。今はでも可愛いのメインかな。なんか外をなんか遊びに行きたいなって思うとき絶対ね、可愛いの選んじゃう。外全く出てない。いや昨日ね、超久しぶりにスーパーに行ったんですよ。そう、食料なくなったから。じゃあね、筋肉痛になりましたね多分。そう、お店閉まってるんですよ。そう、なんかピンク系っていう可愛いさよりは清楚系っていうの、白とかなんかフリフリよりかは清楚系の服にめっちゃハマってて、なんや黒パーカー嘘と自分で選ぶんだそりゃそうですよ、この年になってまだ他人にちょっと選んでもらってたらすごいよ。一人ファッションショーはしないですねいや肩空いてんのめっちゃ好きだよな。そう、肩空いてんのめっちゃ好き。肩出しとかね、なんかなんていうの、体のラインが出るのってめっちゃ可愛くないですか。ウエストとかそういうのってなんか痩せて見えるから好きなんですよ。色は白か黒ですね。ナナのまあクローゼットを見てもらえればわかるんですけど、白黒しかないですねそう、肩か足どっちか出てるそうだね、足も絶対出てる方がさ可愛いですし、可愛いっていうかなんていうの、見栄えがいい。そうそうなんですよね。まあ服によるんですけど、なんかはっきりする、やっぱ絶対どこかしら出てた方がね、ナナは好きですね。こんばんは、髪めっちゃ伸びた。それなー、めっちゃ伸びました。そうめっちゃ伸びた。だから最近でもまあまあまあ二十歳になるまでは、まあ、たくさんミニスカも履いていこうかなと思います。そうまあまあ、でもナナはもう二十歳に なることはないと思うので、一生多分着ていくんですけど、まあまあ二十歳になることがあれば、そう二十歳になるまでにたくさん来ますね。そうシースルー、そうですね、透けてんのとか超可愛いと思います。そうそう、握手会でミニスカポリス、ポリスなんか来たよ。ポリスの生写真じゃない、ポリスのパッションフォーユーだっけ、なんかあったよね。そう、あったよね、ポリス。そう、でもだから本当にズボンを履かなくなったね、ナナ。今。いや、本当、結構。いや、あかんくなって、最初初期の頃とかずっとジーパンの穴開いてるやつか、キングリーのイラスト描いてるやつとかしか履いてなかったんだけど、すごいね、スカート最近、スカートだね、メイクは可愛い系には変えない。そう、それかあれだね、上がすごい長い服で下が
履いてますかってなるような服をたくさん着てました。穴開くまで開いてたのか。そうなんだよ、ちょっとそう穴開くまでね、そうお気に入りすぎてずっと履いちゃってたんだ。ショーパンはねあんま履かんくなったかな。なんかなんていうの、ああいうなんか上が長い時だけ着るけど、今あでも今着るかな、着るっちゃ着る。なんかスカートの下とかに履くようですか。ショーパンって今着ないかも。そうそう、ショーパンはね白のやつしか持ってないな。ハイウエストのズボンって可愛くない？何だっけかな、めっちゃ好きなんですよね。今日みたいなシャツの時もショーパンですね。基本なのはスカートとかワンピースの時って絶対下履いてるんですよ。ジーパン履いてたら穴開いてす、よくそんなめっちゃ履くじゃん。いいね。そうハイウエストマジすごい、なんかいい人が来たらすごい良くなる。そうだからまあそう家を、今は家のことで精一杯だから家を片付けるので必死だから、片付けが終わって超絶綺麗になったら服を買い足したいのだわ。そう可愛い服を買う、いっぱい可愛いのがいいな。あとなんかかっこかわいいとかも好きね。やっほやっほー。そう早く買い物行きたい。そう上がなんていうの、上がさめっちゃでかいやつって可愛いですよね。オーバーサイズの服マジあれはほっと女の子が着ていてほしい。マジでデートするときに女の子がオーバーサイズのなんかパーカー着て足が出てたらもう超好き。わかんない、いや可愛いってなる。オーバーサイズまだ流行ってるってか、なんかなんていうの、もう伝統だよね。しかもですね、なんかそのパーカーも結構ストリート系とかのかっこいいやつ、かっこいいやつでギリッギリショーパンが見えるか見えないかぐらいのライン。うわあめっちゃ可愛いな。でカバンはちっちゃいのがいい。そうそうそう。なんだしてるかな。昔はしてたな、でも最近はやってないな。そういやいいな、かわいいな。そうえ逆になんかみんなはどんなのが好きなの。逆にデートとかでさ女の子とデートするってなってどんな服装がかわいいと思う。なんで何だろうな。えでも普通で清楚なやつも可愛いと思うな。清楚系清楚系だね。白いリボンブラウス、あー可愛い。それな、なんか最近あのシャツがめっちゃ好きなんですけど、シャツでなんかねここに超でかい超でかいリボンがついてるシャツとかあるんですよ。なんていうの、そうそれがねめっちゃ好きですね。チェックのロングスカート、嘘ロングスカートで全然履かないな。ななロングスカートか。あーでもあれだ、赤のやつと青色のやつ持ってるな。いいねいいね。いややっぱね、シャツ、そうさっきシャツがね可愛いんだよね。
そうそうそう、量産系より、嘘をなな、量産系の子もめっちゃ好きだよ。アンクとか着てる子とかめっちゃ好きですね。いや可愛いなーと、なんだろう、ななアンクよりなんかアンクルージュとかより、そのさ、なんだっけ、 JNK みたいな、あれなんだっけ、なんそういう服屋あるんじゃん、調べちゃいちょっと気になる、なんだったっけな、JNK、 あ合ってる説、ジェイミー ANK とかの着てる女の子が一番好き。あー、黒のチュールスカートロング、あー、あれ持ってた、かわいい、あれもね、かわいいな。そうそうそう、 ANK マジでかわいいと思う。そう、そこで超でかいリボンのシャツ見て、あー可愛いなと思って、やっぱあれはね、女の子が着てたら可愛いね。そうとか、ナナはちょっと黒系の甘めの方が好きなんですよ。なんか超可愛い、なんていうの、もうピンクとか着てますみたいな女性より、ちょっとなんか、なんていうの、ちょっとね、黒革系が好きだね。そうそうそう、お団子、あーお団子かわいいな、似合う子がねしたらすごいかわいいと思う。そう、いいね、あいいね、いいね、いいね。あーでもナナはポニーテールかおろし巻きがいいなっていう女の子が好きですね。最近ね、可愛い女の子が本当に好きなんですよね。そう、めっちゃ好きなんですよ。役所に勤めてる、あーなんかバリバリ働いてる系みたいなあれですよね。かわいいな、やえ、やっぱこういう話してるとなんか、なんて、服がやっぱ欲しくなる。やっぱね、もう早く自粛期間終わってほしいな。終わったらすぐ買いに行く。そう、今靴も欲しいんですよ。なんかナナがずっと履いてた靴が壊れちゃって、そう別の靴買ったんですけど、やっぱなんていうの、壊れた靴が好きすぎて同じやつ探したんですけど、そうなんかね、なくて、もうなんか廃盤らしくて、そうなんかそれと似たようなのを買いに行かなくちゃなって思ってる。そう、もう本当にあの靴めっちゃ気に入っててさ、あのね、本当マジレッスンシューズとかよりめっちゃ履きやすかったの、ナナ的に。であれでもう本当にレッスンをしたかったぐらい、なんて、結構ブーツなんですけど、結構重めのブーツ、そうそう、だからなんか使えないけど使えるよって言ったらレッスンシューズにするぐらいすごい本当馴染んでたの。そう、お気に入りの靴の借りって本当にないんですよ。なんかね、ブーツのなんていうの、くるぶしよりちょっと上みたいな、そうなんていうの、くるぶしあたりのやつだから、なんかね、なんて、たまに合わない靴とかだったらそこが靴ずれしちゃうんですよ。そこっていうか、なんかこう靴がこう
ここぐらいだったら、ここが靴ずれするんですよ。それがね嫌だから、そう、同じやつをもう一回買いたいんだけどね、早番になっちゃった。イメージ伝わるっしょ。そう、お気に入りの靴そこ抜けたけど、もうって、うわー悲しいよね。地味に痛いとこ、そうなんだよ。そう、そこなんかね、前その靴が壊れちゃったから新しい靴を買ったんですけど、そう、その新しい靴がなんかね、ちょうど上の部分が靴ずれしやすくて、もう超悩んでるから、また違うの買わないとなと思ってるけど、そう、壊れちゃった靴と同じような靴を探すたびにナナは出たいから、早く自粛期間終わってくれと思ってます。こんばんは、こんばんは。やっぱお気に入りのっていいよね。そう、もったいない、ほんとあれなんで壊れちゃったんだろう。でも結構使ってたな。あ、いつから使ってたんだろう。そう、ずっと履いてて、でもめっちゃ履いてたからあれなのかな、すごい馴染んだのかな。そうなのかな、履きすぎてて勝手に馴染んだ。でも高校の時から使ってたね。高2から履いてました、多分。普通のヒール履くめっちゃ履きます。黒も持ってるし、白も持ってる。あのね、なんだな、靴がサンダル系に多いけど、なんかつま先が出てる靴めっちゃ苦手なんですよ。わかるかな。そう、めっちゃ苦手なんですよね。なんかこだわりがあるんですよ。靴は先まで隠していたい。なやさや、なやさん、なんて、冷え性だからとか、なんか絶対に靴下を履きたいんですよ。そう、なの、靴下履かないと靴履きたくない系の人間だから、そうサンダル系買えないんですよね。可愛いなって思うんですけど、サンダルのさ、ヒールあるやつとかってさ、ちょっとなんか先が出てるの多いから、そう、こだわりっていうか、なんかね、そう、絶対に履きたいんですよね。いや、空気とかじゃなくて履き心地、履いた時のなんか肌の感じが、肌の、そう、でも結構なんか高いヒールとかでも全然履ける人だから、そう、高い、なんか高ければ高いほど可愛いから好き。そう、ナナは絶対にね、決めてることがあって、もう超特別な日に、超特になんかね、まあするかわかんないけど、もし結婚式ができるとしたら、絶対にマイラっていう靴があるんですけど、マイラクラシックさんの靴があるんですけど、もうそれがめっちゃ可愛いんですよ。そう、でそれを履いて出たいというナナの夢があるんです。え、かわいいよね、知ってる、みんな。めっちゃかわいくて、ちょっと結構高いんですよ。結構っていうか、だいぶ高くて、そう、それをね、中学かな、後半ぐらいの時からずっと見てて、そう、かわいいな、かわいいなと思って。でしかも高校の時バイトしてたバイト先の先輩がその靴を持ってたんですよ。でそん時本当に、わ、かわいいと思って、そう、結婚なんかかわいいと思って、だからすごい、なんか超特別な時に
たいなと思いました。結婚って例えばだけどね、その特別な日、特別な日に来たい。え、めっちゃ可愛いっしょ。ほんとみんなみんな調べてみて、多分女の子は絶対に好きだと思うんだな。そう、いやあのね、そこそこというかもう結構だいぶ高い。そうだから、あ、そうパーティーとか、そうそう、あ、友達の結婚式とかでもいいな。なんていうの、ナナのさ語彙力っていうかあれがさないからさ、特別な日イコール結婚式になっちゃうからもうあれなんですけど、そうなんていうの、まあね、ほんとなんかもう超特別な時とかに変えたいなと思う。そうそう、リボンが可愛いの、後ろの。そうだから、でも死ぬまでには変えたいな。そうもう本当にナナは夢なんだよ。そう、マイラの靴を買うのが、履くのがずっと見てたね。そう、いや本当にね、バイト先の先輩がそう来てた時はすごい可愛いと思ったし、なんだろうね、なんか普通の普通に遊びに行く時とかじゃなくて、そう帰るってなったらいつでも帰るんですけど、なんていうの、なんかやっぱね、特別特別な時がいいね。可愛いもん可愛いもん。そう、ずっと通販なんかお店店舗がないからずっとね公式サイトを眺めてましたね。女の子そう、なんかやっぱ見る分にはそっち系の方がさ好き見てる分には可愛い方がやっぱ好きですね。そう、僕はヴィトンのスニーカー、あーかわいいね、かわいい。そう、それのブーツがあるんですけど、それ欲しいなと思って。そう、いやでもナナにはちょっとまだ早いなと思ってやめました。同窓会ね、同窓会多分行けないんですよね。そもそも人の靴なんて見る、あのね、おしゃれは靴からって言うじゃないですか。なんか人なんていうの、靴がねやっぱ一番あれですね。そう、あるんですよブーツ、あんま売ってないけどめっちゃ怖いんですよ。そう、足元から。いいな、やっぱ欲しくなってきた。やっぱ服も欲しいし、まあ靴のブーツのやつも欲しいけど、まあとりあえず靴のブーツ、いつも履いてたやつと似てる履き心地のやつを最優先にして、なんか可愛い服とかいっぱい買いたいな早く。そうだから早く自粛期間もさ終わってほしいしさ、やっぱ可愛い服もさ買ったらさ、やっぱ握手会とかにも着ていきたいじゃん。握手会もないしさ、早く治ってほしいな。そう、全然ないもんねイベントも。そうだよね、なんか握手会ってさ、なんていうの、上の服しか見れないや
そう、ズボンとかスカートとかも含めて可愛い服とかってあるから、ちゃんと見れるね、下まで見れるようになったらいいんだけどね。そう、明日本当は握手会、そうゴールデンウィークも、ここなんかもう4日連続ぐらい本当は握手会だったんですよ。そうそうなんだよ、それがねなくなっちゃってね。ねえ、アクセサリーとかはこだわり、こだわりか、特にここのブランドがいいみたいなのはないけど、まあ絶対シルバーで最近統一するしますね。そう、最近無趣味、いややっぱ掃除いいよ。いやナナもね、もうアニメも最近見ないしってなってたんですけど、もともとあった趣味がマジでそうな、今あんまり興味を示さなくなってきて暇だったんですけど、やっぱ掃除はねすごいいいですね掃除はね本当マジで時間忘れてやっちゃう、本当1日5時間ぐらいやっちゃうし、こんなナナが3日連続でね家を掃除しているなんてねありえないからねドラマやってないね、全然楽器触ってないからな、もう。いやほんと5時間ぐらいやるよ、ほんとにマジで。なんかね一回掃除したらもうなんていうの、端から端まで掃除しないとね嫌なタイプだから。そうそうなんですよ、いやいいね掃除は。うちでも来てください、行くよ全然、行くよ行くよ、ちゃんとお給料ちょうだいねお給料ちょうだいね。そうやっぱね楽しいね、もう掃除機とかねずっとかけちゃうし、そう何か聞きながらやるやる、そう絶対音楽かけてやるか、あーやとかと電話してやるかしてますね。マイル旅行券マイル旅行券5枚でいいよ。てかほんとさ、もうさ住民厳選したいけど旅行券がなさすぎて、ほんとみんなのね村に行ってもらいに行きたいぐらいマジで。えダメなのかな、みんなの村に行ったら。あれって別にフレンドにさならなくてもさ行けんじゃん、ダメなのかな。みんなちょうだいよちょうだいよマイル旅行券。そういやみんなの村にナナがなんて、なんかねツイッターとかでハッシュタグナヤン旅行券あるよとかでそう例えばねってやって、まあナナが何分から何分までの投稿してくれたら行くよみたいな感じでで、マイル旅行券回収して、まあ、お礼に何かを、お礼になんだろうな、家具を1個置いて帰るそれかナナの、あ、あれじゃん、前田だって他人のとこ貼れるかな、のあれだ、前田だ、ナナのうさぎ前田だ書いてるから、それを貼って帰るバリ邪魔よな、前出た勝手に来てさ貼られてさめっちゃ邪魔ですよね。そう、やりたいな、さっきココちゃんと通話してた子かな、そうだよ、そうマイル集め、そうですねあー前出たでサイン作って、あーめっちゃいいじゃん、そのあ本当とネットでさ公開できんじゃん前出だって、であれじゃん、ナナにってナナが島に行ったところにパスワードだけ教えてみたいな、めっちゃいいね、
いや、多分無理だからね、確認はしない。そう、例えばの話ね。そう、前デザイン作るの、いや、めっちゃむずいな。前デザイン本当ね、作れないんですよね。そう、そういうのができたらいいな。ナナが前、あれ、マイル旅行券欲しいだけだけど欲しいだけだけど、本当にみんなからもらっちゃいしたい。ほんとね、もう今4000マイルぐらいしかなくて、もうさ、前4万マイルあったの。そう、実は4万マイルあったんだけど、全部使ってリス1個も出なくて、それで破産しちゃったんですよね。悔しい。いまだにじゅんくん来ないし、じゅん、ナナのじゅんくんが、そう、ほんとじゅんくんも来ないし。でもリス住民5人ぐらい今いるから、リス今キャンプ場にいる、行きたいんだけど。キャンプ場、あ、そう、最近なんかキャンプ場